はい、こんにちは、田原です。今回はですね、メルマガ登録フォームからですね、個別相談のページに飛ばしていくっていうためのですね、そういったですね、やり方をお伝えさせていただきます。メルマガスタンドからですね、そのまま登録フォームに飛ばして、そこからですね、メルマガスタートっていうのが普通の流れなんですが、集客の仕組み作りという部分で、この登録フォームのところから、サンキューページ、というページをですね、作って、単純にご登録ありがとうございましただけではなく、そこから個別相談の案内をしていくページに飛ばしていくと思います。まあ、案内の、LP ですね、こちらの方に飛ばしていくという流れ。で、そのまま個別相談申し込みたいという方がいらっしゃったら、まあ、個別セッションの方に行くと。で、特に行かなければそのままステップメールに行くという流れになっていきます。このですね、サンキューページを特に設定してないようであれば、この登録フォームを行った後、そのままステップメールに流れます。このワンクッションですね、個別相談の案内というランディングページを挟むことによって、制約率と、今すぐ客っていう方をですね、取ることができていきますので、この仕組みを作っていきましょう。はい、ということでですね、私が活用しているものはですね、メルマガスタンドはエキスパートメールを使わせていただいておりますので、エキスパで紹介させていただきます。それ以外にもですね、マイスピーを使っている方もいらっしゃれば、ディスカバリーメールを使っている方もいらっしゃれば、JCT さんなどですね、使っている方もいらっしゃると思います。大体はですね、このメルマガ登録フォームを作る欄があると思うんですが、これの後にですね、どこに飛ばすのか、登録したら、ありがとうございますっていうようなメールをですね、飛ばす内容がありますので、そのですね、作り方ということを、簡単にまずはエキスパで説明させていただきます。はい。例えばですね、登録フォームを作るときというのはですね、まあ、最初からもう仮でちょっと作っていきますが、こういったふうにですね、登録フォーム、まあ何でもいいですけど、登録フォーム、メールアドレスっていう形で送信ボタンが押していきます。はい。大体ですね、その登録した後はですね、じゃあもうそのまま OK っていう風になったりするんですが、まあ、仮でですね、見本、登録フォーム、まあいいですね、見本登録っていう風にして、登録フォームを作っておきます。はい。でですね、この後、大体ですね、こういった風に基本設定など、まあいろいろ他のメルマガスタンドでもあると思います。ちょっと見ていくとですね、基本設定としては、まあ、どういった風にですね、登録の名前ですね、見本メルマガ登録フォーム、ちょっとわかりやすいように書いておきましょう。はい。で、あとはですね、通知メールと、こういったところにですね、書く内容があります。僕だったらですね、ここの ucdnext というですね、メールアドレスに飛ばすようにしておりますので、こういった風に設定をしていきます。おそらく同じように通知設定というものがありますので、そこでですね、誰から、いつ登録されましたっていうようなメールが届くように設定をいたします。はい。その他にもですね、項目設定ということで、メールアドレスだけではなくて、お名前を入れたりとか、会社名、電話番号等ですね、入れることもできます。まあ、一番最初のうちというか、メルマガ登録がしやすい流れとしては、メールアドレスと送信ボタンだけで全然問題ありませんので、ここで設定をしておきます。はい。ではですね、具体的には先ほどと同じようにこんな風にですね、なっております。はい。その後ですね、また今お話しさせていただいたような、サンキューページに飛ばす方法というものをお伝えします。これはですね、おそらくページ設定というものが似たようなものであると思います。まあ、入力フォーム、登録完了フォーム、解除と完了ページというふうになっていきます。まあ、これらはですね、やっていくと、まあ、入力フォームは入力フォームですね。で、登録完了ページ、今回で言ったらここですね、登録完了しました。っていう中に、登録完了したら、ここに飛ばすという指示をしていきます。その指示をここでやっていきますね。で、標準ページっていうことであれば、ここで標準ページで、ここで、ご登録ありがとうございましたというような流れを作っていきます。
で、それ以外にですね、この外部ページへ転送っていうものがあります。なのでですね、この外部ページに転送というボタンを押していきます。はい。で、私で行くと、どうしましょうかね。私で行くと、個別相談。例えば、個別相談の登録 LP に飛ばしたいとしたら、ここのですね、URL をコピーしておきます。で、外部へ転送。まあ、転送先 URL 等を書いておりますので、ここにですね、設定を押し出します。そしたらですね、もう転送の登録は完了するということです。他にもですね、解除完了ページであれば、今まで、メルマガのご登録ありがとうございましたと、またぜひ機会がありましたら、メルマガ再登録よろしくお願いしますとかっていうふうに書いても OK です。エラーページとしてはですね、このページというか、メールアドレスはエラーになっておりますと、また再度登録してくださいというような内容を書くこともできます。今回でいくと、サンキューページのところの飛ばし先、外部ページの絵の転送というものがありますので、そこをやっていきます。はい。ではですね、ここの URL を、入れて設定をします。はい。そうなるとですね、どうなったかというと、最初のですね、中でいくと、こういった風になってますね。で、例えば私の、また別の、メールアドレスにやるとすると、こういった風にサンキューページで飛ぶということになります。はい、いかがでしたでしょうか。おそらくですね、このページ設定とか、登録完了ページとか、外部ページへ転送、転送先とか、そういった風にですね、検索するとですね、多分出てきます。マイスピーさんもそうだし、この JCity さんもですね、多分あると思います。ちょっと私の方がですね、登録してなくて、エキスパの方で登録させていただいておりますので、同様な機能は、あると思います。なので、ここをですね、設定してみていただければと思います。ということで、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございました。